カナルーナ定点。カナルーナ、なんかさ、たまにチャットとかもするし、なんか全然話したりも普通にするんだけど、そんなしょっちゅう喋ってたわけじゃなかったから、こうしてさラストでいっぱいなんか関われてやっぱ嬉しかったね。まあ、同期なんでいっぱい関われてっていうのもなんか変な感じだけど、なんかいっぱい喋れてよかったなーって、楽しいなーって思いましたね。そういうのもラストのいいところだなーって。アマネちゃんって呼ばれ方好き。いや、わかるわかる。アマネちゃんって可愛いよね。なんかさ、一時期はそのアマネちゃんっていうことに対して名字で呼んでるっていうのがさ、なんか距離感じるって言われたことがね、ルーナあったらしいんだけど、ルーナがなんかそのデビュー前に、ルーナはカナタじゃなくてアマネの響きが好きだから、アマネちゃんって呼ぶーって言ってね、ルーナずっとそう呼んでくれてん。嬉しいよ、可愛いもん。なんかそのそう言われると可愛いかも、アマネです。可愛いなーって。そう、理由があるのがねまた可愛いよねー。もう、僕はもうルーナには甘いからな。ルーナには甘くしている。でもなんか、一回聞いたことがあるのが、スバル先輩の家に行った時だったかな。お風呂を入る際に、入浴剤はねえのらって言ってたって話を聞いて、え、ルーナ入浴剤要求してくんだって思ったのが、こいつ、わがままだな。おい、ルーナわがままじゃねえかよ。その時はなんか思ったよね。これそれ僕が言われてたらめっちゃ突っ込み入れたいなって思った。そう。